僕の作る歌っていうか、そして歌う歌は自分の魂からのなんかメッセージみたいなものを取り上げて歌ってる、作ってるんですけど、でだから自分の歌はフォークの世界なんですけども、魂歌、魂の歌と書いて魂歌というふうに自分で呼んでます。で巡礼の旅をしている今気持ちでおります、人に聞いてもらってその人の心のどっかに響く瞬間があれば、それは僕の巡礼の旅 の、 目的だと思っています。一瞬でもいいのでと思ってね、なんか世界中の人に歌を聴いてもらいたいという気持ちがありますね、でなんか共感してもらえたら僕はすごく幸せだと思っています。 ありがとうございます。そんな気持ちで、まだまだ、旅を続けていこうと思っています。今回巡礼の旅優しさだけでは包み込めないほどの人間の痛みに出会ってしまえたり、もっと確かな温かさと強さを身につけてゆきたいと私は思う。願いが叶えられるなら、旅を続けよう。そして目に遭う人の魂に響く歌を歌おう。そのもの荷物を一つ一つ手放し、内なる魂に全てを託す。もっと確かな自分らしさ見つけ、命を輝かせ、生きていきたい。願いが叶えられるなら、旅を続けよう。そして目に遭う人の魂に響く小さなもの。